こんにちは、秋葉仁です。アップルストア銀座に10時頃やってきてみました。はい、もうすぐアップルストア銀座ですけども、今話を聞いたところかなりね、もう数が少なくて売り切れが出てるみたいですね。リタナディスプレイの US キーボードもなかったですし、それから一番上位モデル、メモリーの増設も不可みたいです。ということで見に来ました、朝銀座10時。この並んでる段階でもう予約を取っていて、多分なんでだろう、20〜30台ぐらいしか入荷してなかったんじゃないですかね。だからかなり在庫としては少ない感じですね。はい、ということでもう売り切れがほとんどでして、入荷はかなり少なかったということです。ということで銀座からお送りいたしました。ではまた。